おはようございます。おはようございます。8月9日木曜日、目覚ましテレビスタートです。今週は大塚さんが夏休み、そして中野アナウンサーも夏休みということで、ちょっといつもと並びが違う感じでお送りしているわけですが、はい、中野アナウンサーの代役だった石本さんに代わって、今日と明日は遠藤です。代役の代役、遠藤ですよ。でも予定通りの代役ですよね。はいはい、それにしても、お盆休みを前にしてガソリンが高い。と上がりすぎてますね。半額で160円台のというところもあるということなんですね。これは真剣に燃費を良くすることを考えないと、本当家計に大打撃という感じですからね。今日はちょっと後ほどいろんなコーナーで、そうですね、どうやったら節約できるかというのを学習帳のコーナーでもお伝えします。はい、はい、ぜひ参考になさってください。さあ、外は暑い天気が続いています。うだるような暑さ。はい、あゆちゃん教えてください。はい、それでは今日のアイポイントはこちらです。あちこち猛暑日、真夏日を超えると。そうなんです。ということですか。はい、今日は関東からにしてはあちこちで35度以上の猛暑日となりそうです。立秋を迎えてもまだまだ暑さは続きます。夏バテなどしないようにご注意ください。予報です。今日は北と南で雨の降りやすい天気です。北海道と東北北部では雷が鳴ったり激しい雨の降るところがあります。落雷や突風、川の増水などご注意ください。沖縄では台風7号の影響で荒れた天気になります。特に宮古八重山地方では強い風や雨、高波に十分警戒が必要です。その他はほとんど晴れマークですが、九州や四国は所々でにわか雨がありそうです。東京は1日晴れて雨の心配はありません。気温です。関東からにしてはあちこちで35度を超えそうです。夏の甲子園が始まったばかりの大阪、今日は今年初めての猛暑日になるかもしれません。秋田や札幌も湿度が高くムシムシしそうです。東京は34度、連日の熱帯夜で体力が落ちていませんか。炎天下では無理をしないようにしてください。以上お天気でした。さあ、元気の源遠藤。無理やりちょっと語呂の、はい、私の名前がね、なかなか語呂が悪いということで、はい、今日8月9日は何の日でしょうか。薬草の日ということで、今日はドレミファソラシソを用意してみました。どんどん入れ込んできます、まあ、夏風邪をひいてる人もね、夏バテの人のも、はい、シソはおすすめということで、今日はシソたっぷりのミョウガと生姜の大好き冷しゃぶ冷麦。生姜も風邪にはいいですし、たっぷり乗ってますね。たっぷり乗ってます。こんもりと乗っていますよ。そして、ナスのシソ巻き、今日は和で攻めてみました。これはごまじゃなくて、ごめんなさい、甘味噌を塗ってシソで巻いている。はい、美味しいですね。シソ香ばしい。そう、シソ、あと香りがね、いいんですが、その香りの成分にはですね、このように殺菌、防腐、解熱、解毒作用もありまして、さらにその効果を引き立たせるためには、この細かく刻むことがいいそうなんです。だから今日かなり細かく刻んでるんですよ。なかなかね、家ではこんなに細かく刻まなかったりしますけれども、さっぱりですか。美味しいね。妙なことないちょっと福原さん、両サイドから同時に入ろうって俺ずっと待ってはい、こちらは今朝から綺麗に晴れています。今日も夏空の広がるところが多そうです。熱中症にはご注意ください。まずは台風情報です。台風7号はさらに発達しながら北上して、今日の午後には先島諸島に最も近づく見込みです。すでに沖縄では波浪警報が出ています。明日にかけて暴風や高波に十分警戒してください。それでは予報です。四国、中国、九州です。沖縄では宮古八重山地方を中心に荒れた天気になります。他はほとんど晴れマークですが、九州や四国では所々でにわか雨や雷雨がありそうです。屋外でのレジャーは天気の変化に気をつけてください。厳しい暑さが続いて、福岡や松江では35度です。近畿から関東です。こちらは夏空が続きそうです。夕立があるのは山沿いの一部だけで、平野部の雨はほとんどありません。今日もうだるような暑さになりそうです。大阪は35度、東京も34度で、じっとしていても汗が流れる暑さです。新潟から北海道です。北へ行くほど雨の降りやすい天気です。北海道や東北の日本海側では雷が鳴るところもありそうです。特に北海道では大雨にご注意ください。新潟や東北の南部では30度以上、福島は33度の厳しい暑さになりそうです。週間予報、西日本です。この先も晴れるところが多そうです。ただ沖縄では台風が離れた後もしばらく天気がぐずつきます。東日本、北日本です。北海道はまるで梅雨空、週明けまで曇りや雨マークです。その他のところは夏空が続きます。はい、こちらお台場、雲一つない青空です。今日も関東からにしては厳しい暑さとなりそうです。予報です。
沖縄は台風7号の影響で荒れた天気になります。宮古八重山地方を中心に強風や高波に警戒してください。北海道や東北の北部でも雷が鳴ったり激しい雨の降るところがありそうです。その他のところはほとんど晴れそうです。気温です。日差しは強烈で厳しい暑さが続きます。関東から西ではあちこちで35度以上を超えて、大阪や松江では今年初めて猛暑日となりそうです。今日は炎天下では無理をしないようにしてください。続いて関東のお天気です。こちらお台場晴れて気温もぐんぐん上がっています。現在の気温 28.2 度です。昨日より上がるペースが早くなっています。予報です。今日は安定した夏空です。山沿いは一部で夕立がありますが、平野部の雨はありません。お洗濯物は安心して干しておけそうです。気温です。昨日以上に暑くなります。前橋、熊谷など内陸では35度以上の猛暑日になりそうです。外ではもちろんですが、部屋の中でも熱中症になる場合があります。水分はしっかりとって体調に気をつけてください。ということで、愛子の合言葉、無理はしない。今日も猛暑、熊谷では36度になります。少しでも体調が悪いと感じたら無理をしないでください。はい、こちらお台場、綺麗な青空です。立秋を過ぎてもまだまだ暑い日が続きます。夏バテをしないようにご注意ください。予報です。台風情報です。台風7号は発達しながら北上して、今日の午後に先島諸島に最も近づく見込みです。すでに沖縄には波浪警報が出ています。明日にかけて暴風や高波に十分警戒してください。それでは予報です。四国、中国、九州です。沖縄では宮古八重山地方を中心に次第に雨や風が強まる見込みです。他はほとんど晴れますが、九州や四国のところどころでにわか雨がありそうです。朝から蒸し暑く、福岡や松江は猛暑日になりそうです。近畿から関東です。夏空が広がって今日も厳しい暑さです。夕立は山沿いの一部だけで、平野部で雨が降ることはありません。内陸は35度以上、大阪では今年初めての猛暑日になるかもしれません。炎天下でのスポーツ応援は熱中症に気をつけてください。東京も34度です。新潟から北海道です。北海道や東北の北部は雨が降りやすく、雷が鳴るところもありそうです。局地的な強い雨や落雷、突風にご注意ください。週間予報、西日本です。しばらくは夏空と猛暑が続きそうです。沖縄では明日まで強い風や高波に警戒が必要です。東日本、北日本です。北海道は週明けまで曇りや雨でぐずつきそうです。その他のところは晴れて厳しい暑さが続きます。以上、お天気でした。お知らせの後は目覚まし地球気候です。ではお天気です。早速予報です。四国、中国、九州です。ほとんど晴れます。ただ九州や四国は所々でにわか雨がありそうです。沖縄は次第に雨風強まります。ご注意ください。近畿から関東です。こちらは夏空が広がりそうです。今日も厳しい暑さが続いて、大阪は35度、東京も34度です。炎天下には長くいないようご注意ください。新潟から北海道です。北海道や東北の北部では雷が鳴ったり強く降ったりすることがありそうです。東北の南部や新潟は晴れ間が出て真夏日になりそうです。以上、お天気でした。